今日はこの BM の E36 の M3 前のオーナーの方と一緒に、僕はちょっと足回りにインシュレーターやってチューニングした状態でもう一回そのどれぐらい違ったか感想いただくために試乗してもらってます。いや、いいですね。ギャップが全然感じないですね。ちょうど前回もね、僕がこの車ちょっとお世話いただくときにこの川崎の透明ね、一区間ぐらいちょっと走らせてもらいましたけれども、はいはい、前は100キロぐらいで、あのハンドルが若干こう振動が出たりとかしてたんですけれども、今は80ぐらいでほとんど振動はないですね、ちょっとスピード上げています。だからあのハブのところに入ってたあのアルミのスペーサーですよね。そうですね。あれのね、金属のこのぶつかり合いの振動がちょっと相性が良くなかったのね。なるほど。あれであの分子間力という、分子と分子のぶつかり合いによって振動のピークとディップが発生するんだけども、それがストレスとなって戻ってきてたんですよ。だからもうそれはもう非常に小さなバイブレーションによって起こることだから、なかなか原因追及ができないんですね。でそれをオーディオの方の、チューニングで長年スピーカーとか CD プレイヤーだとか、もうネジのトルクコントロールだとか、もういろんなこと僕あの経験積んでるから、もうこの車の振動のどういうのかね、何十分の1、何百分の1という微振動のね、そういう何万ヘルツだとか、何十ヘルツから何万ヘルツまでのオクターブ、オクターブ、オクターブまでの関係のところだとか、そういうところまでやってきてる経験があるから、これ汲み取れるんですよ、車走らした時にね。今約100キロぐらいですけれども、これ100ですよね。振動はないですね、はい、もうピタリ来てるでしょ。そうですね。もう今までね、ちょっと乗ってると肩甲骨のところあたりにすごくストレスがあの戻ってきて、肩こりがひどかったんですよ、もう今は全くなくなりましたからね。片手で本当にこう楽でしょ、軽くハンドルのところに手を寄せる程度で全くストレスが走りますね。素晴らしいですね。特にこの表面のギャップですね、こう乗り上げが全然気にならないですね。まあそれはまあ触覚相場のね、あの硬さ調整のところを、あのちょっと調整取ったんでね、まあ、今回もリフトもタイヤチェンジャーもホイールバランサーも全部買いましたからもう好きなことできますからした時もすごくいいですね。そう、特にスラロームの時の、腰のどういうの？あの寄せ方。そうですね。うん、そこへんが随分良くなってますからね。60キロぐらいのコーナーリングで自然に曲がってきますね。このカーブの R に対してこうしなやかに、ついていけるでしょ。そうですね。あのギクシャクハンドル操作はいらないからね。そうですね。ダを当てたらそのままこうすんなり曲がってくっていう、ね、そうですね。自分がコマの中心になって回ってるっていう感じがすごくありますね、川崎から青葉まで一区間走りました、